好、皆さん元気ですか？アリナジンチャンのようこそ、アリナちゃんです。そしてぜひぜひ、今日ももちろん、いつももちろん、毎日もちろん、ビズのリアクションを一緒にチェックしてましょう。そして今回は、熱き鼓動の果てという曲、ぜひ、このライブパフォーマンス一緒にチェックしてましょう。3人、GO!あ、それもエピックナイトのライブから。いいね。うん。どんな曲かな？このイントロであまりわからない。バラードかどうか、そしてまあ、ビーズのイントロなら全然わからない曲の始まるまでにエナジーの曲かな、バラードの曲かな。きれい。あー、いいね。ごめん、ただまた同じなこと、なんか本当にもっとバラードっぽいな曲と思ったの時のに、なんかプン、急にもっとエナジーの曲になりました。いいね、好き、このスタイル、なんかビズのスタイルみたい。すげー。やっぱりこのライブのパフォーマンスすごいでしょ、すっごいでしょ。まあ、どのライブでもすごい。近い。
あ、やばい。私もこんなに近くて見られるかな。やばい、やばい、スタートから本当にバラードみたいな曲と思ったのに、なんか、今こうやって、なんか、テンション上がるな、曲。Oh my, oh my god, oh my god. Hoo hoo hoo. すごかった。毎回の話ですけど、毎回。でも本当にすごかった。なんか、どんなライブ、どんな曲を見るでも、なんかすごいって思うけど、なんか、次の曲、なんか、もっとすごいになってるって、アリエルの話かな。だってそう。真実。事実。あー、すごい。すごい、ただ、なんか、生で、このみたいなパフォーマンス。まあ、全部、スキービズのパフォーマンス生で見ると、どのだけ、なんか、幸せ。い。皆さんのコメント待ってます。どう思いますか？このパフォーマンスのこと。今日、全部。いつもコメント待ってます。私のコメントももちろん待ってます。アリナちゃんでした。このリアクションよかったら、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。皆さん大好きだよ。バイバイ。